サダマツは日本の社会起業家である長崎県政、下関市立大学卒業、早稲田大学大学院政治学研究科修了。学生時代に少子高齢化という人口問題を知り、高齢者による保育が理想的であると考え、2007年に株式会社グローバルブリッジを設立し、千葉県にて無認可保育所を開園。 2008年にデイサービスを開始し、2010年には通所介護と事業所内保育を組み合わせた介護と保育の融合事業を考案する。2014年、保育園運営管理システムであるチャイルドケアシステムをリリースし、ICT 事業を開始。同年、障害児事業を開始し、認可保育所や通所介護施設との複合施設を開始。 2015年に株式会社グローバルブリッジを分社化し株式会社グローバルブリッジホールディングズを持株会社として直営福祉施設を運営する株式会社グローバルブリッジと ICT 事業を行う株式会社ソーシャルソリューションズの2社体制とした2017年ホイクロボットビボの開発に着手同年東京証券取引所に上場ありがとうございます